ゼロリセット。クレイジーに生きる、それが成長の鍵。リングバリー協会代表理事のボンドです。今日は僕の方からリングバリー協会って何なんだっていうところを簡単にお伝えしたいと思います。リングバリー協会のビーン、これはあり方という意味です。常々、会社の社長はですね、やり方、ルーインばかり、取り入れようとしてしまいます。もちろん僕もそうでした。ルーイングっていうのは、例えば人事評価制度とかマーケティング、今だとマーケティングのオートメーションツールとか、あるいは、SEO 対策とかいろいろあると思うんですけど、なんかそういう他でやって成功したことをこう取り入れたことになってしまうんですよね。でもそれって本当にいいんでしょうか。合ってる間違ってるではなくて、もっといいやり方があるんじゃないのかというふうに我々は思っています。で、そのあり方っていうのはじゃあ何なのかっていうのを、簡単にご説明しますと、まず個人と組織、会社には個人と組織の関わりがあって、なおかつその会社の環境があると思うんですね。会社の場所とか資産とかですね、ビジョンとかですね、方向性とか、会社の、環境があると思います。これが結びついているところがまずあり方ですね。ここの軸がきちんとしてないとみんなが結びつかないというふうに思うんですね。でなおかつここで結びついているあり方の場所が価値ですね。その会社の価値で、この価値を、これらのそれぞれの3つのものがどう広げていけるのか、それが我々の考えるあり方を定める、価値を作るという方向性です。で、これを、社長がやるのか、それともその価値を広げていくのをみんなでやるのかというのが非常に大きなポイントだと思います。どうしても俺が先頭に立ってやるんだとか、なんかみんな動かないよな、どうしたらいいんだろう、この社長とあるいは経営陣と、スタッフ組織の距離感をどうやって縮めればいいんだ、動いてくれるんだというお悩みをよく聞くんですけど、自分だけで動かそうとしない、それは非常に苦しいと思います。難しいので、そうじゃなくて、このみんなが会社を組織を動かしていく仕組みを作る、でみんながですね、こう会社を好きになってもらうっていうのが一番いいと思います。そうしたらこのように、コマのように会社がどんどん動いていって、周りにいい環境を与えて、でそれがまた自分たちにこう返ってきてですね、例えばそれがまた売り上げアップになるとか、利益アップになるとか、新しい人が入ってきてくれるとかですね、そういうようなこう軸を作るのが僕たちの考えるあり方、ビームです。